カスター軍は、アメリカ合衆国のオクラホマ州にある軍。2000年時点で、の人口は26,142人で、軍庁所在地はアラパホ。カスター軍は1892年4月19日に、もともとは、シャイアン族の土地だった地域で設立され、G 軍と呼ばれたが、1896年11月6日に、リトルビッグホーンの戦いで戦死した。 陸軍中佐のジョージアームストロングカスターにちなみ、カスター軍と改名された。1892年4月19日に、軍の一帯の土地が政府のものとなり、開拓者が定住し始めた。そしてこの日、軍で初めての新聞、アラパホアローが創刊された。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積2595平方キロメートルである。 このうち2555平方キロメートルが陸地で40平方キロメートルが湖沼や河川などの水域である。総面積のうち1.55%が水域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、カスター軍には26142人、1136世帯、および6578家族が暮らしている。 人口密度は10平方キロメートルで5平方キロメートルの平均的な密度に1万1675件の住居が立っている。この軍の人種の構成は白人81.41%黒人2.87%先住民5.81%アジア系0.88%太平洋諸島系0.04% その他の人種5.80%及び根結3.20%で9.03%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。カスター群に住む1136世帯のうち30.20%は18歳未満の子供と暮らしており51.60%は夫婦で生活している9.50%は未婚の女性が 世帯一種であり、35.10%は、家族以外の住人と同居している。27.80%は独居で、全世帯の10.80%は65歳以上の、独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.45人で、あり、家庭の場合は3.05人である。軍の住民は24.30%が18歳未満の、 子供で18歳以上24歳以下が17.40%、25歳以上44歳以下が24.50%、45歳以上64歳以下が20.10%、及び65歳以上が13.70%となっている。平均年齢は33歳である。女性100人ごとに対して男性は94.90人いて、 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は92.00にいる。軍の世帯ごとの平均収入は28,524ベイドルで、家族ごとでは37,247ベイドルである。男性の27,066ベイドルに対して、女性は19,479ベイドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は15,584米ドルである。総人口の18.50%、家族の12.40%は貧困線以下である。18歳未満の子供の21.00%、及び65歳以上の10.50%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。